ストリートボーラーとしてやってやったというか、そういう記憶があります。聖中仙台のユッキーです。バイブスです。でもそういうバイブスっていうかエナジー出すのすごい大事だなと思ってるんで、なんていうんですかね、闘争心でうわーみたいな、まあ、最近あんま言わないですけど、もう心とか体の中ではもう常にうわーっていう気持ちでいつもドライブしてるんでバイブスです。高校ぐらいの時からドリブル好きで、なんか自分アンドワンとか全然わかんないんですけど、海外の動画とか見てて、そういうの真似したりふざけてつき始めて、でこうそういうのを表現できるサムシーとかがあって、そっからなんかこうそういうムーブとかに没頭してて、なんかこうそういうのやるようになっちゃったっす。まあ、最近あんまりやんないですけど、はい、そういうのがきっかけで、まあ、高校の時からドリブルが好きでいろんな動画見て見つけたムーブとか自分でなんか考えたりとかしてました。これはこう自分を証明した日だと思ったのがスペシャルボーラホリックゲーム、2021年6月とかにやったやつだと思うんですけど、B リーガーオフシーズンに、ボーラホリックゲームが来てくれて、そこで MVP 取った時ですかね、はい、そのゲームはマジで忘れられないっていうか、なんですかね、ストリートボーラーとしてやってやったというか、そういう記憶があります。精神と時の部屋って感じです最高っす。なんか本当にあるものすべてになんか挑戦して、まあ、ストリートの大会はもちろんですし、まあ、この間 B リーグ入って2週間ぐらいで辞めたんですけど、それはこう自分がストリートで稼いでいきたいっていう思いで辞めたんで、なんかこうバスケでってよりかは、まあ、今 B リーガーより稼ぎたいっていうあれがあります、ストリートボーラーとして分かんないです、それはまだ野生の感じはすごいストリートらしさ、ストリートボーラーにしかないものだなっては感じますね。野生本能っていうかがむしゃらな感じですね。でまだ自分でも何がストリートボールとか何も分かんないです。ただこう外でバスケしてるだけっていう感じです。環境とか問わず毎日わざわざこの公園に来て、でもその中でこう外でやるっていうのはすごい素敵なことだなとは思ってます。幸せです。